GDA ファクトリー来てますよ。はい。ねえ、もう実はね、前回イクラちゃんがね、まさかの展開、マサミス君の、はい、君の購入してしまいましたもんね。ほら、ほら、はい、ね、いいですね。いいですか、はい。ちょっとね、それもね、どんな風に完成していくか、いろいろね、紹介していきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。さあ、今回はこちらですよ。これ、シビバン。シビバン。はい。これは何年ですか。68年の68年、はいはい、珍しいですよね、これもね、もう今となってはね。なんか俺すごく好きかわかんない、これ好きですよね。これは好きだな、やっぱり。あの夢がある。で、僕もバン大好きなんですよ。いいよね、はい。あとタイプ2が、はい、今異常に高くなっちゃって。そうですね、あっという間に400万500万下手したらいいやつだよね、はい。もうなんか1000万以上ですね。1000万以上するでしょ。こういうアメ車の60年代のこの頃のってショートですから、幅はタイプ2よりちょっとありますけど、でも多分全然乗りづらくないんで、乗れて、はい、この中これ辺もほらちょっとカメラ簡素なね、もうね、鉄板むき出しですもん。これがいいよね。もう本当に雑に乗られてますね、うん。でもシートこれ張り替えてますよね。そうですね、違うシートを使ってますね。そうだね、エンジンかかるの？エンジンかけるでしょうか。一発。当時の多分この辺は直力のエンジンがついてると思うんですけど、それを V8 に乗せ替えちゃって。そう。いくらちゃん、ほら、こういう形になってるんですよ。はい、この298台を、はい、なんとか後で、そうですね、またね。これね、こんなもの持ってくるからいけないんですよね。外しやすいね。僕2ってやつないから、ね、228万ぐらい。じゃあもう、まあ、ちょっと28万ぐらい。いや、そうじゃない、そうじゃなくて、ご乗車したい。待って、はい、でも俺これ持ってきたんで、うん、これは後で、はい、こういうふうに、あ、本当だ、こういうふうに、あ、違う、こういうふうに、ちょっとね、社長ね、もう分かんないから、ないんですね。ね、全然もうぼーっとしてるから今カスタム、カスタムしますね。ちょっとこれちょっと見てるでしょ。俺この色も好きだっすね、これチョコレートみたいなさ、このね、あの、なんていうか、錆止めの色みたいなやつでいいですね。ほら、これもうさ、何やってもいいよね。ほら、後ろのあれなんかもすぐ取れるでしょ。あれすぐ取れます。もうここはなんかちょっとあれだ、50年代のアメリカのなんかリビングみたいにしたいですね。かわいくね。そうそう、書斎ですね。そう、奥様は魔女みたいなさ、ああいいですね。なんかいいよね、全部貼ってね。貼っていいな。自分だけのなんか移動オフィスじゃないけど。あ、そう、いいなこれ。かわいいですね、夢が広がる。なんかちょっとなんかアメリカングラフィティのような雰囲気にするのかわいいな。キャンプとかの仕様じゃなくてね。そうそうそう、はい、なんかあんまりアウトドア的よりも思わんか。そうですね、うん、お部屋にしたいですね。お部屋にしたい。これもまたね、いいんだよ、この辺の。ほら、ここです。ほら、このほら、開放感。何ですか、ちょっと変わってきたぜ。これはなんか何かのシートつけた。だこれ後ろをそういう風に作るんだったら別にこれ取っ払ってどんなシートだっていいですもんね。これ取っちゃえばいいんだよね。これって分かんないけど4人乗りなのかな。多分元は2シーターのカーゴ版だったんじゃないですかね。そうだよね、はい。で今はこれ例えば車検場は、車検場がこれをつけ て, つけて多分4人乗りか5人乗りになってるよね。してるよね、はい。いいな、ね、これはいい。あ、いい。ほら、もう鉄板だからね、熱いよこれ。もうこれ毎日が起こるべきやりみたいな。もんじゃの気分ですね。じゃあ自分がもんじゃになっちゃうんだね。これ内装貼って、これもちょっと買いたいね。そうですね、全部ね、もうちょいクラシカルな方がいいですね。ペパーミントで言うとどうですかね。ペパーミントね、いいですね。この状態から自分の好きなように作っていくベースとして考えてるんですよね。いいよね、うん、だって安いですもん。290だったんだっけ、はい、290、はい、70下がってます。70万下がってます。298万円だったんだけども、ちょっと強引にね、290、そうだから2人で喋ってるからわけやがったから、多分、ね、ぼーっとしてるから、もう最初から228万だった。バレないかもしれない。いけるかどうか、いけるところまで行ってるでしょ。そうですね、呼んでみますか、そろそろ。宮崎さん、はい、最高じゃないですか。これも形
形があるだけ、形があるだけでも OK です。 OK だね、うん、ダッチの版もあるんですけど、はい、セビの版は珍しいですよね。あ、そっか、セビ版の方が珍しいですね、うん、だからこれとかエコノラインとか、そうそうそう、ファルコンはの方がありますよね、うん、これエンジンで走るとどうですか。結構いい感じがしますよ。走るとか、うん、エンジン調整さそうですよね。でもアメリカの方、あっちの方で書いてると思います、ね。気になるのはお値段です。お値段ですね。さあ、お値段はこれですか。いえ、もう228万じゃないですよ。うちの限界を切ってますよ、勝手に。違う、違いました、これ。いや、228万、うちの原価も切ってます。原価切ってました切ってますよ、もう。これ、多分これ、ね、アメリカで、あの2万ドルぐらいしますからね。しますね。うん、今、この年式は、どんなものでも、2万ドルぐらい絶対しますね。はい、今ね、9がね、9がね、家でした、うん、ね。これでもきついで。これ、あの298万出してるところは少ないです。300万切ってちょっとやろうかなと思って。いやいや、逆に急に取っときます。どうだっけ？こうだっけ？いやいや、もう本当にごめんなさい。ごめんなさい、本当にこれ。これがこうしましょうよ。いやいや、これ森なんですよ。これ本当にあのまた金かかるんですよ、これ。ここから、はい、だから車検に行くときに。なんだかんだやらなきゃいけない。改善したりとか。そうそうそう。今ねスピード感がですね、宮古島スピードから東京スピードに行きましたね。今ね。今ね。自分いくらになってるの？280万だったらエンジンに使えたって、うん、まあこれをベースとして考えて自分でやってても、そうそうそう。多分いい。答え珍しいですもんね。答え珍しい。280万か。はいこれも2週間限定もう、ね、2週間限定ですもん、これも今後これから各お店のオーナーの皆さんこういうものを管理をしっかりしてください。勝手にね、勝手にやります勝手にびっくりしましたからいかがでしょうか。よろしくお願いします。ペリー東のお笑いバックドロップ登録お願いします。よろしく。